フットボールアワー元は18歳の頃教習所で30歳ぐらいの女性教官に H な誘惑をされており、突然進路変更を指示され山道を登ったところで車を止めると教官がなんか暑いなと言いながらシャツのボタンを開け後藤の手を握ってきて、後藤はドキドキしながらこの人が最初かと考えていたが、教官がいやあかん戻りましょうと言いことなきを得た。後藤は短足でいじられることも多いが、実は少しコンプレックスを感じており、ズボンを上までしっかり上げ続けているとやりすぎて尿道炎になったという。若手時代は劇場で他の芸人がやっているねと、ギターをかき鳴らしながらモニターで全て見ており、ネタが終わるたびに何がおもろいねんと、毒づいていた。今でも笑いがうまく取れなかった時は、気持ちがおかしくなるといい、気づいたらシャワー浴びながら自分の顔殴ってる、と話している。学生時代両親の不仲で離婚危機があったといい、後藤は母方につくんだろうと思っていたが、母親の旧姓が成本だったため母方につくと、成本輝元になるので絶対父方につこうと決めていた。